こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は初心者向け Amazon 輸出転売王特別サポート。まあ、この会員募集のお知らせです。パソコンを使って月10万円稼ぐと、ね。パソコンを使って稼ぐ副業は、子育て中の主婦でも、忙しいサラリーマンや OL でも取り組めるので人気があります。しかし、簡単に始められる反面、気軽に辞めてしまって稼げない人が多いのも事実です。 例えばね、パソコンがあれば始められるアフィリエイト。まあ、気軽に始められますが、1円も稼げなくて挫折する人が大半です。また、アフィリエイトを教える工学塾に入って、まあ、30万円の塾費用を払ったけどね、得られた報酬は0円という、まあ、冗談みたいな例もあります。まあ、これは恥ずかしながら実体験しました。そこで初心者がパソコンを使って稼ぐなら、Amazon 質をお勧めします。 まあ、安く買った商品を高く売れば儲かるという、ね、ビジネスは、えー、シンプルで結果が出るのが早いです、まあ。しかし、初心者が実践してつまずくのは、まあ、売れる儲かる商品が、ね、なかなか見つからないという壁。まあ、テンバーアカデミーではこの壁を乗り越えるサポートを提供しています、ね。輸出ビジネスに初心者でも簡単に取り組めるようにサポートをしていると。で私が アマゾン室に教えるのに心がけていることですね。簡単なことでも教えると。これね、初心者が自分で調べて間違えた方法を試すのはもったいないと。もったいないという意味はですね、失敗すると、例えばアマゾン室、アマゾンのアカウント削除。そうするともう退場ですね。でそこから復活するのはね、結構大変です。 えー、大変さがどんどん増してきてますんでね。まあ、自力では復活できないという場合もあります。だからね、初めからそういうリスクを冒さないように、えー、初心者がやりがちなミス、ね、えー、こういう商品を扱っちゃいけないとか、こういうことをやっちゃいけないというのをね、お教えー、します。それと、同じことを100回聞いても OK です。ね。これね、えー、むしろウェルカムです。まあ、成長スピードが桁違いに速い Amazon ね。 前に聞いたから前と一緒でいいのかなというのでね、やると、例えばその前というのが1ヶ月前でもね、えー、やり方が違くなっている場合があります。当然、半年1年前のね、やり方を、えー、これが正しいと思ってやったらね、半年1年前は OK だったのに、今同じことやったらね、アカウント削除と、まあ、そういうこともあります。ですね、逆にもう聞いてもらって、えー、確認してもらった方がいいです。毎回何かをやる前にですね。で、それと、 戦略作りを重視してます。これね、天ーアカデミーのコンサル、バ、まあ、馬を特別サポートを受けていただいた方は、もう再現性がめちゃくちゃ高いと。まあ、再現性っていうのはね、例えばやろうと思ってサポート始めて、まあ、100人中何人稼げるか、10人中何人稼げるかっていう話です。まあ、これね、100人中90人、まあ、10人中9人稼げてます。まあ、それは、なぜかと、まあ、一言で言うとですね、えー やらない方がいいこと。何に集中すべきか。まあ、それにね、えー、気を使って、まあ、はじめに、えー、何が強みになるか、ね、何をやれば儲けやすいか、それを聞いてね、戦略作り。まあ、つまり、これに集中してやってくださいと。まあ、これ以外のことはやらないでください。それは、えー、大変だからやめときましょうと。まあ、そういう話をします。これをやるとやらないとじゃね、えー、全然やっぱり結果の出方が違います。 まあ、初心者の方とかね、自分で、えー、ブッパで儲けたことない人が、これやればいいのかなと、ね、自己判断で、えー、取り組むと、大体いいね、えー、やってもしょうがないことばっかりやって、やんなんかいけないことを後回しにして、結局いつまでやってもなかなか儲かんないと。で、やんなってやめちゃうということになります。そうならないようにね、えー、すぐ結果が出ること、まずそこから始めてもらってね、えーまあ、どんどん、 モチベーション的なものを気にしなくてもね、続けられるという状態を作ります。で私はね、インターネットを使って稼ごうとしたときに、初歩的なことでつまずきま,まくりました。まあ、本当にね、えー、今は教えてますけどね、えー、始めたばかりの頃は、ドメイン、ね、ドメイン何それって感じでね、えー、ああ、なるほど、COJP とか .com ドメインって言うんだって、それどうやって取るんですかと、まあ、そういうとこから始めてました。 ところがね、当時ね、ドメインどうやって取るんですかって話聞いてもね、それはうちでは教えてないとかね、うちで教えてなくてもせめてじゃあ教えてるとこ教えてくれよって感じなんですけど、まあ、なんですかね、今もそういう風潮あるかもしれませんけど、簡単なことも自分で調べらんないんだと、そんなやつは稼げないというようなね、えー、感じで、まあ、教えてる、まあ、教えてもらったというか、教えてもらえなかったというか、そんな形でした。 まあ今にして思うとね、別に得て増えてがあるわけだから、まあ、簡単なことだってね、本人にとっては難しいんだったら、まあ、教えてあげりゃいいんじゃないかなと。ね、で、まあ、本人ができることでね、お金を稼げる組み立てができるんだったら、まあ、別にそれ以外のことは聞いていただければ教えますよというスタンスでいいんじゃないのかなというふうに思いました。まあ、その私が思った通りのサポートを私は提供しています。 ねえー、別に甘えてちゃ稼げないとかね死ぬ気でやんなきゃ稼げないとか、まあ、そんなことないです日本は非常に恵まれた国なんで、えー、日本に住んでいて、まあ、普通にね、えー、買い物ができてで多少物欲があるあるいはねお金を稼ぐ必要があるお金を稼ぎたい意欲がある、まあ、そういった人はね別に、えー、何でもかんでも聞いてもらってできることだけをやって、まあ、普通に稼げます ねえー、月何百万も稼げるかどうかは分かりませんけど、まあ、少なくともその人が今まで稼いだことのある月収、それと同じラインをね、えー、このアムズ輸出で稼ぐというのは全然難しくない話です。えー、ですので、もう簡単なことでもね、ね、えー、同じことでも気兼ねなく聞いてください。まあ、そんな形で教えててですね、まあ、私の書いた本もね、えーそう、そういうつもりで書いたもんですから、まあ、設定してる読者のレベルがね、 読んでいるこちらが不安になるほど低く設定してありますと、親切内容ですというレビューをいただいてます。まあ、本当そうなんですよね、えー。もう自分でガンガン何でも調べられるという人であれば、そもそもね、本を読む必要もサポートも受ける必要もないだろうと。まあ、なんでそんな中途半端な人を設定してね、サポートをするのかなというのがね、私がサポートを受けたときに感じた不満なんでですね、えー、もう本当に何もわかんないんですと。 ねえー、調べても、えー、それが正しいかどうか自信ないあるいは、えー、ぶっちゃけ調べるのがめんどくさいんですとお金払って教えてもらったが楽なんですという形で全然 OK ですそれで稼いでいただけるようにサポートしますで実際ね、えー、よくあるけど全然調べ方とかパソコンが苦手な方もですね、えー、初めて1年ちょいでこのホリデーシーズン利益70万稼いでいただいてます これホリデーシーズンって言ってね、売り上げのキャプチャーとか出してたんで、えー、勘違いさせちゃったんですけど、これ1ヶ月で70万じゃなくてね、ホリデーシーズンって、えー、11月の、えー、下旬のブラックフライデー、でも実際にはその前のね、えー、ホリデーシ、えーズハロウィン過ぎたあたりからぼちぼち売れ始めて、でクリスマス前まで売れます。だからね、えー、2ヶ月近く、1ヶ月半ぐらいあります。 その間の売り上げがね、利益が70万ということなんでね、1ヶ月じゃないですけど、1ヶ月半、2ヶ月弱で70万儲かっているという状態です。でね、売上5624ドル、これが先ほどのホリディーシーズの70万の方の入り口のところですね、ここからぐんと伸びて、70万の利益になったと。あと、えー、ガンガン売り上げてる人だと、 ね、2万7,000ドル、ね、売り上げてます。